シグナルは2016年1月22日から同年3月12日にかけて韓国の TVN で放送されたテレビドラマである。2018年4月期にカンテレ制作、フジテレビ系にてシグナル長期未解決事件捜査班のタイトルでリメイクされた。実際に起こった未解決事件、集団交換事件、韓国の社会問題等をモチーフにしているとの向きも ある。警察のプロファイラーパクヘヨンは、ある日、15年前の未解決事件を、大井自販刑事から、壊れた無線機を通じて、その未解決事件の有力な手がかりを教えられる。時効まで、あと数日のところで、かつてのジェハンの後輩、チャ・スヒョン刑事と共に事件を解決することに成功する。その後もヘヨンはジェハンと交信を続けていくうちに、彼が、 過去の人間であることに気づく。一方でスヒョンは15年前に失踪したジェハンの行方を探し続けている。2018年4月10日から6月12日まで関テレ制作、フジテレビ系の火曜21時枠でシグナル長期未解決事件捜査班のタイトルで放送された。主演はテレビドラマ初主演の坂口健太郎。 劇場版が2021年4月2日公開。2021年3月30日、原作の人気クオリティが高かったエピソードをリメイクしたスペシャルドラマの放送された。ありがとうございます。